はいみなさんこんばんはステージアライブスーパースターの元気なおじです、ね、今日はねピュッとねあの ZTE のブレード E01 ねあの処分いたしました発送しましたねえっとネット上ではね 680円、680円、680円って大ブレイクした機種なんだけど、680円というのはまあ税別だしね、実際にその端末機だけ欲しいと思っても、最低限、縛りが6か月プラス解約できるのが7か月目なんで、525円かける7か月、これどうしてもかかっちゃうので、このキャッペンコードだよね、これね。 はいこれをね400何歩で買ってエントリーコードを使ったとしても大体いい5500円前後ぐらいはかかってしまうよっていうね端末ですであのまあ電池持ちがいいとかあとは発熱が結構まあ抑えられるっていうことでねまああのそこで魅力はあるんだけれどもまあメモリーが1ギガだったらあのイオンモバイルの方がちょっといいんじゃないのみたいなね イオンモバイルだと確かに1万円の消費税なんで1万800円にあと SIM の,のねデータで契約したとしても縛りがないんで契約してすぐに辞めちゃうということができるんだよねでも自分手数料がねあの3000円いくらかかるんでまあちょっとね割高になっちゃうんだけどまあそうすると V580 買った方がいいじゃないのって思うんだけどでも、発熱しないっていうのはものすごい魅力なんだよね。 あのーまあ11球種よりもいいああ、e、01の方がまあ動画編集してみたらねまああのちょっと上だったとかってそういうまあ情報もあるんだけれどもねまあ一応680円680円680円って言ってるんだけどもおじいのところでもね5500円に1 0五0円5500円に五千0 0個5500円に1 0 0って言ってはおりますでそんな楽天モバイルなんだけど今現在見てみるとはいね トグ、えっと、キャンペーンとなってますね。最悪980円からというふうになってます。で、ここのところを見るとね、まあ、一番安いモデルで対象機種が980円ということなんだけど、まあジャラ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 と見ていきますと、はい、こちら、ピヨ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 。はい。ね。はい。もうあの、インターネット上でね、 もうぴよ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 、もうあの、踊っちゃった、この、あの。ね、ジェタティのブレードイ、e、ーゼロワン、ね。七百八十円、の、百八十円、の、百八十円でしたけど。九百八十円になっております。ね、これがね、今現在、えとね、七月十五日。ね、二十二時。ちょうどの段階で、もうこの値段になっております。はい、ね。 まあ詳細はこちらまああの分割の場合はね <laughs> 44円から24回払いってね <laughs> 何のこっちゃって思うんだけどねまああの一括払いだと980円という値段になっておりますまあ680円と980円じゃねまあ300円の差なんだけどまあ,あのおじは5500円前後しててんだけどこれで今度5800円前後っていうことになるよね エントリーパッケージ使ってね。でもね、じゃあ、一歩、二歩、三歩譲って、680円だとしたら30、30%の値上げってことだよ。分かる ?680 円から980円になったってことは、ものすごい、値幅、値上げ率。 違う,違うじゃん !680 円が980円だったってことは違うじゃんあのもっと上がってるよね実質680円の半分上がってるわけだからねもっと値段が高いよね !1.5 倍になったってことだよね結局ね !1.5 倍になりました値段がねそう考えるとどうついこの間まで売ってた値段の150%になりましたっていうとね まあちょっとうわー、値段が上がったなーって思うかもしれない。で、おじいはね、この,の ZTE のブレード E01 ね、もう1日しか触ってないというか、1日っていうか、手元に届いて360度カメラで開封式をやって、それであの初期設定をやって、ステージアライブをインストールして、ダメだったんだよね。 手つかずの状態でもう汚れない状態で置いといて今日発送したわけです、ね、あの手放したわけなんだけどそれでやっぱねあの千春さんとか佐藤、まあ、千代さんの情報を見るとやっぱバッテリー持ちがいいっていうのは、まあ、確かだと思う、うん、あの一発フル充電にしておいてあの購入してからずっとねほったらかしておいたんだけどまああの電池がね、まあ、ギリ まあ本当、あのギリの状態で、ね、残ってたんでね、まあ、だから追加充電して送っておいたんだけど、まあ、電池持ちは確かにいいと思います、初期設定とかね、ステージアライブの、あのーまあ、ダメだって判断するまで、まあ、ちょっと使ってみて、発熱の状態も、まあ、あったかいって、確かにね、千原さんが言うように、まあ、なんとなくあったかいっていうぐらいで済んでるんで。 まああの配信で使うとしたらあったかいで済んでくれた方がとってもありがたいんだよね本当はねでもね、まああのまあ、いろんな方の検証によってはこの e01、まあ、佐藤忠さんも言うようにねあのメモリー1ギガなんだけれどもでも検証内容によっては、まあ、あの上位モデルよりもいい結果が出てる場合もあるって だけれども、でもまあストレージがまあ8ギガっていうね、でまあ、メモリーで追加できるとしても、まあ、まあ実質、ね、ユーザーが使うのがまあ4ギガと考えたら、まあ、そこにストレージをまあ入れなきゃならない、まあ、そこの事実があるんだけれども、まあ、それもまあちょっとこう譲るとしても、Android 5.1で、ね、やっぱ、ね、1ガっというのは、ね、どうしても、ね、少ないと思うんだよであの。みんなが言ってるのは分かる。 里中さんはじめこの E01 に関してね千春さんもそうなんだけどまあこれをメインにしちゃってもいいぐらいのレスポンスの良さこれはおじいも最初から認めてるあのネクサス7の2012年度バージョンおじいは2台持ってました32ギガと16ギガと2台持ってました それでアンドロイド5.1にアップデートしてからもうねもっさりしちゃってもう電源を入れる気にもならないぐらいもう分賃化してた半分ね本当に使い物にならないでまた4.44だかに戻すとまたサク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 戻るからあのダウングレードの仕方っていうのがねネット上で結構流行ってるんだけどそ、まあ、れもちょっとめんどくさい話でしょ まあ本当に使い物なならないんだよで本当にそういう意味で言ったらこの ZT のブレード E01 っていうのはもうマジでっていうぐらいサクサクに動くんだよねびっくりするほどだからおじい的にはおっすごい快適じゃんって思ったんだけどでもやっぱねあのまあ動画の編集がどうのこうのでまあ何かと比べたらまあちょっといい数字が出たりにしても あのやっぱメモリーが1ギガっていうのはうんやっぱり1ギガだよなっていう動作の動きです確かにねそれでやっぱりねおじいとしてはあのメインメニューがシャク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 動くのはすごい嬉しいんだけどやっぱりまあアプリの動作まあ起動は早いよパッチってねでもあの起動してから使えるようになるまでとかまあ,あのアプリによるんだろうけれども やっぱ、ね、あの1ギガは1ギガだと思う。で、他の1ギガと比べると、例えば n e スセブ7の2012年度バージョン、佐藤忠さんも、ね、言ってたんだけども、そういうものと比べたら、びっくりするほどレスポンスがいいです、E01。確かに、本当に。で、これメモリーもっと積んでるんじゃないのっていうぐらいに、本当にこれメモリー1ギガなのっていうような。 ほんとびっくりすするような動きをしますでもそれはあの YouTube でねやっぱもう去年買った人の情報を見ると手元に届いた直後はいいんだけれどもアプリをインストールしていくともうもっさりして使い物になりませんでしたっていうね到着した直後はものすごい感動したんだけれどもでも じゃあこれを実用しようと思ってアプリを入れる場ば入れるほど使い物になりませんでしたっていうのがだいあの3ヶ月とか半年使っての結論を出している方の意見なんだよね。でそれを考えるとあのこの端末機だけを欲しいって考えた場合例えば楽天でデータの SIM を申し込んで,で実際そのデータの SIM がね 使い物になるかならないかって考えたら全く使い物にならないわけじゃないけれどもおじいから言わしたら役に立たない SIM だから放置してますねこの楽天モバイルで e z e ルは申し込んでその SIM を一度も指したことはありませんなぜならばまともな使い方ができないからですねメー,ルチェックメールチェックとかね 来月くれる、送れないっていうのは、もう他でやるから、わざわざそんなにね、遅い思いしてまでね、使うことはないんで、SIM は入れないで、最初から Wi-Fi で使うっていうことを前提に e、e ェ l ワンを手に入れたわけなんです。で、そのために、すべてのトータルを、あの経費をかけると、5500円なわけです。OK ですか、5500円です、ね。で、それを考えると、あの、 イオンモバイルのブレード E01 は確かにメモリーが2ギガだったイオンモバイルバージョンだけ、ね、特別ねこれはの千春さんの動画を見ててあそうなんだと思って気が付いたんであそれだったら発熱しないからそっちの方がいいなと思って V580 よりもそっちの方がなんかいいような気がしたんだよね。 であの1万800円で買って、まあ、1か月だけデータシムで契約して、解約しちゃっても OK、でも事務手数料が3000円かかる、イオンモバイルのあのー、ちょっとエントリーコードみたいなのがね、ちょっと見当たらなかったんで、まあ、実質3000いくらの事務手数料プラス、1か月分のデータ量が上乗せになるんで、まあ、端末期代が1万800円なんでね、まあちょっと1万5000円ぐらいはかかっちゃうのかな。 って考えた場合にイオンモバイル版のブレードイ、e、E01 を買うんだったらだったらあのい,いトレンドで9,480円でね少量込みなんでまあラムも2ギがあるしフル HD だしっていうことでねまあそっちにしてもいいんじゃないかなと思ってでおじいは今回それをねチョイスしてしまったわけです。 あのポチったんで今日は土曜日なんだけど火曜日に発送ってことなんでね最短でねまあ水曜日か木曜日ぐらいには届くと思いますでまあ皆さん本当にねこの楽天モバイルをメインで使おうと思ってデータシムとして本当にデータシムだけでメインで使おうと思っている方何人いるかなってことこれはね本当に。 で、あとはね、あの、ジェンフォン、GO ・ゴー。ェンフォン・ゴーがね、いくらだっけか。あの時ね、2コッパくらいだったんだけど、今回のキャンペーンだと、また値段変わってるかな、ジェーフォン・ゴーが。うーんと、980円が最安でしょ。次にジェンフォン・あれあれだ 高くなっちゃった七千 !7980 円やっぱそうだよね。一括前七千7980円になっちゃった。マジで通話シムで申し込みの場合、7980円。これやっぱね二千2580円だったじゃんね。5500円もね、断言しちゃったのマジでで、あのー、シムデータだと1200円。まあ、確かにね、JFON5 ね、安かったもんね、ニーコッパだったね。 で J1GO はものすごいたくさんの爆弾を抱えてるんでラムは2ギがあるんだけれども、まあ、スペック上はねあの解像度なんかは、まあ、E01 とそう大して変わらないんだけど、まあ、全体的に両方比べたら GO の方が上なんだけどでも爆弾をたくさん抱えてるんで。 それを思うとねおじはまだ EJ1 の方がねあの実情的にいいような気がする。そっかちょっとここはショックだったねこれ今ジェン・フォン・ゴが2四波だったんだよね確かねこれがねあの7九波になっちゃったね。 おじいにキュッパだったらこっちがいいなと思ったんだけど通話シーム1年の縛りがあるんでやめちゃったんだけどねうんやっぱね楽天モバイルすごい話題になったしたくさん売れたんだろうねきっとねで E01 は本当にいい機種だと思うんだけどおじいが思うに多分手元に届いたほんの一瞬の間だけものすごい快適だと思うんだよで里中さんもあの 今メインにしようかなって考えてるとは言ってるんだけどじゃあメインにしてアプリを入れた場合に実際にそれあの実証して3ヶ月後にねいやこれをメインにしてよかったよって言うからどうかなーって言うとねちょっとどうかなーっておじい的にはね思うんだよねまあこれもあのおじいもね 実際にほら、まあ、確かに里中さんの680円情報を聞いて1回は寝たんだけどやっぱもう頭の中にあったからもうガバッと起きちゃってパソコン起動して夜中に注文したわけでしょエントリーパッケージをねで届いてからまあ注文したんだけど、まあ、確かに680円と割り切ればものすごいいい商品なんだけど、まあ、トータル5500円を払うんだったらおじいは。 まあスペック上で見て V580 かなと思うんだけどじゃあなぜ V580 じゃないのっていうとまあエンコードってかなんていうか何かした場合に E01 の方が上回ってるよっていう数値が出たよっていう情報もあるっていうのとあとは発熱問題ねでその発熱が抑えられるっていうことはあの省電力で いいっていうことはおじいの頭の中にはつい最近の出来事としてあの w i f i のねルーターで言ったら 304ZT とあの au のやつ au がものすごくあの電池の持ちがいい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 って絶賛してたでしょ。電池持ちは確かにい,いんだけど よく切れる使い物にならなかったんだよねでねあのバッテリーを食わないっていうことは何かしら絶対にこのんまあ何て言うのかなまあその機能性能とのトレードオフっていうのかなやっぱ何かをしてれば電気を食うのは当たり前だと思うんだよで省電力で発熱しないっていうことは それだだだけやっぱと、ね、いうことだしね、まあ、何かしらなんか、ね、あるんじゃないかなと思うんだよね、結局ね。で、あのあのまあ、ステージも、まあ、あの内蔵8ギガだっけか、8ギガっていうと、ネクサス2 0 1 2で言ったら、国内モデルは16ギガと32ギガだったんだけど、海外モデルが、ね、8ギガっていうのがあったんだよね。 で8ギガが安かったんでねまあ飛びついた人は真っ赤に飛びついたんだけどまあおじいは結局32ギガだったんだけどねまあ国内では16ギガがあのねその後出たんでまああの2択っていうとそうなんだけど真っ赤に欲しい人は8ギガが買えたんだよねでまあなんだかんだ容量食っちゃって実質4ギガっていうと少ないじゃあそこにメモリーを使うじゃあメモリーのアクセスのために じゃあ古い速度の遅いメモリを使ったら、いやーってことでしょ。で、あの確か認識するのが32ギガぐらいまでじゃなかったっけか、違ったっけか、ね、そうすると、おじいがつい最近買った SDHC の今この360度カメラで使っているこのメモリ、うんと、サンディスクのやつなんだけど、2000円台半ば過ぎてるけどね。 これ6 4ギガなんだけどこれあの海外輸入版でね国内正規もんじゃないんだけどこれが使えないんだよね確かね半分しか使えないと思うんででまたあの速度が速い遅いっていう問題もあるんだろうけれどもねどのみち内蔵のラムが少ないっていうのはまあメモリーカードでまあ補えるんだけれども まあそこそこ速いものを使わないとちょっとストレスになるかもしれないっていう不安があるね。まあでもまあドラはね実際使ってみないと分からないんだけどただおじいはねあの純正の動画が4対3フロント画面がね4対3でしか撮れないっていうこれは v 5 8でも同じなんだけどこれはねやっぱり致命的だと思うんだよ。 自撮りモードっていうのはみんなが使う。で、まあ、カメラを使うのに、まあ、あのいろんなサードパーティー製のカメラを使うのもいいと思うんだけど、まあ、フリーのカメラで使いやすいものっていうのはあんまないよね広告が入ったりとかねどんなこうのね。やっぱね純正でパッとやってすぐにカメラって使えるっていうのが使いやすいではいいと思うんだけどそのフロントカメラがね 1さんっていうのがどうしても G にはね引っかかっちゃうんだよね。で、あの千春さんが言うにねあの、やっぱ他のアプリを使えばね、無理やり16:9とか、あとはそのアプリを使えば、まあ、YouTube なんかでは16:9でちゃんと配信できましょうっていう、だハードウェア的には16:9でできるんだろうけれども、まあ、ソフトウェア的な制限がかけられてるんじゃないかっていう、まあ、確かにそう思うよね、うん、本当ね。 だからね、まあ、そういう面でね、まあ、ちょっとがっかりなわざわざ会員、あのー、モデルの何て言うのかなわざわざこう差をつけるためのマイナスな部分をわざわざ作って取り入れてるっていうね普通はあのー、ちゃんとしたこういうスペックで普通の状態で作ったら上位モデルってのはさらにあれがこうでしょうこれがこうでしょうさらにこれをやればいいですよっていうのが。 あの格付けけの差なんだけどもあのこの E01 の場合はできることを削ってなんかこうちょっといやらしい形でできるのにわざわざできないようにしてあの下のモデルにしてるようなねそんな感じがするんだよねちょっとねいやらしいなみたいな感じで。でおじいはまあ実際に実用はしてなかったから分かんないけどまあ スッ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 って動かしてね、ステージアライブとかね、あとあの、しめじとかダウンロードしてであの、起動したりなんかする分には、まあ,あの、ブラウザ関係の初期起動なんかはやっぱすっげえもっさりしてて、イラ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 したんだけど、まあ、一応キャッシュに読み込んであるものは、一応2度目からの起動は、まあ、パッパッパッパできたからね、じゃあそれでいいのかって考えると、そうじゃない、やっぱ新しいとこ、 読み込むためにはやっぱ時間がかかるわけだからそうするとねやっぱメモリーを積んでるものと比べたらやっぱ快適さが違うと思うんだよねやっぱね手にした直後の感想と1ヶ月2ヶ月3ヶ月使った上での感想っていうのはねまた違うと思うんだよねこれね,だねだ本当だねほんに確かに一番最初手に取った時はまあ感動があると思うんだけどよー クレーションに考えてみた場合 E01 と V580 の差額っていうものがまあ今回980円だったわけだから E トレードとの,ねあのもう約6000円だったわけでしょ5500円かかるものからまあ値上げしたわけだからねまあ約6000円って考えると9000円かじらない4500円の差だよね まあその4500円の差で V580 になる、ね、ジャイロセンサーもついてるしフル HD、まあ、確かにあのバッテリーは食うかもしれない、ね、でもまあその分バッテリーは大容量になってるでも容量を食うかもしれない発熱するかもしれないでもあの冷やしだからねこういうものを使って冷やしだから使ったらどうであろう。 じゃあそれをメインで使うのどうなのって考えた場合にねみんなあのお遊び用だと思うんだよアンドロイドほとんどねだからねそれを考えた場合ねおじいは池健さんのライブしてる動画の配信あれは録画だからまあ録画だよっていうまあリアルタイムの情報 その場じゃないけど、もう録画した情報だから録画っていうことはある程度劣化してるんだけど、でも、イケケイさんの使ってる内容を見ると、まあ、スペック的には満足できるんじゃないかなと思って、うん。まあ、どうなんだろうっていう、まあ、いろんな理屈を考えてみた場合に、やっぱりね、あの、E01 は、 内蔵1ギガなんだけど他の1ギガと比べたらちょっと違う2ギガもびっくりしちゃうようなパワーを持ってるのは確かだしまあ裏がプラスチックでねあの普通は裏があの金属系だとなんていうの,あのパソコンでもそうでしょ。要は 放熱に有利なんじゃないかなと思うんだけど逆に一定時間以上過ぎちゃうと熱くなっちゃって逆にあの放熱どころかあの熱も原因になっちゃうんだよね結局ねでそういう意味でね e いゼ e はプラスチックなんでもともと発熱しないんだけどあの確か4時間配信してもね大丈夫だったっていう千軽さんの情報を聞いてるとうわーすっげえ魅力だなーっておじい思うんだよね でおじいはぶっちゃけステージアライブの配信者なんでステージアライブで4時間の配信ができなかったら意味がないんだけどそのステージアライブの仕様としてアンドロイドがちゃんと対応してない。ちゃんちゃんって感じでねだからそこのところは、ね、気にする必要がなくなってしまったっていう。 あとまあちょっと恥ずかしい話なんだけどステージアライブはあの開発チームのまあ能力がものすごく低いだから他の配信サイトに比べてまあ大体悪いところのバグフィックスまあ最低限のストラインにつくにまあこれぐらいあればいいだろうじゃあここからどんどん良くなっていくだろうって思ったんだけども あの去年の9月にスタートしておじいはね9月の終わりからずっといるんだけどもう10ヶ月なんだよねもうちょっとしたらねで10ヶ月たってまだねあのスタートラインについてないんだよバグだらけで本当にあにみんながちゃんと使える状態になってないだからねまだマイナスなんだよおじいから見るとステージアライブはマイナスなんだよねまだね用意どんどんスタートラインに立ってないんだよ でそんなアプリをメインに使いたいと考えた場合に余計意味がなかったんだよね、e。E01 でも V580 でもまあどっちにしろ同じっていう話でね。そうするとまあおじいの使い勝手で言うとうんやっぱりフル HD のスペックっていうのがものすごく魅力だなっていうのとやっぱりね今1ギガで頑張れてるかもしれないけどやっぱ アプリをそんなにたくさん詰め込むわけじゃないんだけれども、やっぱね、1GB あると 2GB あると、実際にユーザーが使えるのがね、1GB あっても、まあ、半分になっちゃうでしょ、E01 だとね。そうすると、V580 だと、1GB とプラスアルファで残ってるよっていうね、ユーザーが使えるエリアがね。そうすると、やっぱね、今後使っていく上で、やっぱ余裕があることはいいことなんじゃないかなって、なんとなく思うんだよね。 あとイオンモバイルの E01 の 2GB 版と V580 と比べた場合、じゃあどっちがいいんだろうスペック上で言ったら絶対に V580 の方が上なんだけれども、でもイオンモバイルの 2GB 積んだ E01 っていうのはちょっと魅力的だよね。すごく、e。E01 の欠点っていうのはあの唯一、 メモリーが1ギガであること、ねまあ、それに尽きたんで、まあ、そこが解消されてるから、でも値段が高いんだよね、値段があまり今で1万5千円ぐらいかかるんだよ最終的に、うん、解約して、手に入れた、あの端末だけ手に入れるのに、でかたや9480円でしょ、やっぱね、この差はね、大きい。

だから、ね、V5800 が、ね、いくら熱くなるといっても、まあ、同じくらいなんじゃないかなっておじいは思ってるんだよ。まあ、そういうことを考えて今回は、まあ、E01 は、ね、実際に触ったのは本当、まあ、1時間2時間程度しかないんだけれども、うん、でもしあのオークションで、ね、売れなかったら E01 を徹底的に使い 倒そうという気持ちはあったからいろんなアプリを試してみたかもしれないんだけどもうちょっとあのフロントカメラでの動画がもう4対3っていう気持ちがないしちゃったのとやっぱメモリー1ギガの限界っていうのは将来的に見えてるんだろうなっていうのがね見たと考えたときに、まあ、ちょっと冷めちゃったんだよねおじいの場合ね、まあ、冷めちゃったっていうよりも V580 のスペックと比べた場合にたった4500円の差額なんだったらなんで V580 いかなかったのっていうだからいきなり1万円出してアンドロイドを買うかって言ったらおじいは絶対買わないんだけどじゃあ5500円前後出して E01 を買ったんだったら E01 でこれなんだったらじゃあもう4500円出せば V580 だったらまあそっちを買った方がいいでしょっていうのが前回の動画だったんだよでも あの千原さんの動画を見ると V580 と e j e r o n 両方持ってての感想というとやっぱ実際にお手軽に持って出かけられるのが e j e r o n でおじいも確かにあって思うことがあって iPhone6 ね何回も落として割っちゃったから、まあ、お釈迦になったんだけどちょっと前に確かに あのー、これスマホの自撮り棒とかいろんなものに挟んだりとか持ち歩くのにこれの伸,伸びるこの幅が5.5インチとか、まあ、5インチとかね iPhone6 だとちょっと大きすぎてバランスも悪いしひっくり返るし落ちやすかったんだよそうすると iPhone5 がきっちり収まるし、まあ、e ェラ r a は iPhone5 よりはまあ大きいんだけれども それでもやっぱ V580 に比べると安定性の面というか持ち運びの面で考えてみたら確かに上だなっていうだあの千春さんの言うね僕がいつも持ち歩くのはやっぱ e ル0番どっちを残すか考えたんだけれども手放したのが V580 だったっていうねその選択肢っていうのは分かるでただ ただ千春さんの場合はあくまでもメインがあってサム使いであのもうメインに匹敵するぐらい今は快適だよって思うからこそまあ,あの安い680円というね、まあ、端末代金でまあその割にはいいよっていうことで残しただけでしょその気持ちもねすごいわかるんだよじゃあ元気なおじいの場合じゃあ,あの確かに 外で持ち運ぶんだけれどもステージアライブの生配信がもう使い物にならないっていうこととあとフロント画面が4対3になっちゃうっていうことは自撮りモードであちこち行ったところでね動画をそのまま撮るっていうことがあの内蔵のアプリではできないって分かった以上はそういう使い方はしないんだよねそうするとこの資材の中で まあ使うこと限定であろうということでまあ持ち出しに関してはまあいいでしょう持ち出さないっていう持ち出すんだったら iPhone でおじいの場合は今ねこの360度カメラ画質はねそんなによくないんだけれども今この VR 動画におじいはものすごい夢中になってるんでまあ表の配信を録画するとしたならばまあ ここっちを今年は使うことが多いだろうなっておじいはそう思ったんだよねそうするとやっぱりね E01 の熱を持たないとか、まあ、そこら辺よりはやっぱちょっとでもいいからスペック上余裕があるものが欲しいなっていうのがおじいの切実な思いなんだよね。 だったら、もうちょっといいものを使ったらどうだっていう意見があると思うんだけれども、元気なおじい的には、2万6000円出せば10インチのね、ファーウェイのタブレットが買える。で、その下のモデルは1万8000円前後ぐらいで買えるわけでしょ、10インチが。 1>, 1万円超えると、今度はスマホ、フリースマホで、ちょっとね、いいものが買えるようになるんだよ。千春さんもいろんな情報を出してるけれども、1万円を超えて2万円以下のこの幅になると、いろんな選択肢の幅が出てきます。そうすると、この1万円から2万円の差を出すんだったら、じゃあ表に持っていく、持ってかない考えだったら、 のの大きいい欲ししねってことになるでしょそう考えた場合にストレスなく長い目で使えることを考えたらあの2017年バージョンのやっぱ iPhoneiPhone じゃない iPad 安いでしょね一番安いモデルで3万円台ぐらいでしょあれを買った方が何億倍サクサク使えることか どれぐらい寿命が長く使えるか、どれほど安定していることか、そういうまあ中途半端に2万円近く出すんだったら、だったら iPad 買うよねっていうことになるんだよ。だおじい的にはどうしてもね、1万円以内でっていうこだわりがあったんだね、どうしてもね。それはやっぱね、サブ的なお遊びマシーンとしての。 用途としかかか考えてなかったからだからおじいがメインで使うスマホの機種として考えてたらどうだろうやっぱ実際に V580 のスペック上で買ったとしたらいろんな爆弾があるわけでしょ。またたその爆弾に遭遇したらやっぱ わあちょっと嫌だな何かにちゃんとしたものに買いたいなって思ったかもしれないで E01 は確かに電子ちもいいだろうし安定してるからって思ってもやっぱじゃメインで使っちゃうとやっぱすぐ使えなくなっちゃうと思うんだよねでこれは YouTube で E01 とかそこら辺を検索してもらうともう去年買った人の 意見の動画っていうのがたくさん出てくるからうんまあ絶対におじいも同じことになるんだろうなって思ったんだよねまあそこなんだよで今もう680円百八十円って言ってたけど今980円になってるからね値段がねで980円になったってことは消費税入れるともう水0超えてるってことをみんなあの分かってねとりあえず。 1000円超えてるからね、うん。もう一回見てみようか、ここね。よいしょって、レレレレーン、これね。はい、これね。ここ。もう、税別だからね、税別。ね。お間違いがないように。で、525円かける7ヶ月。で、あの、事務手数料を安く貸かしたいなったら、ヤフー,ヤフーからね。 400何本でエントリーパッケージを買う最終的に端末だけ手元に残るためには6000円前後かかります6000円前後かかるんだけどそのデータシムでその安いの使った場合本当にみんな使えてるおじいぶっちゃけ聞きたいのがここなんだよあのねこのまあ生配信とかはできないと思うよでも これぐらいあったらあんなことができるこんなことができるこれも瞬時じゃないけれどもまあこれぐらいの写真だったら、まあ、これが出てくるてねまあそういうフォローしてる意見はあるんだけれどもでも実際にこの楽天モバイルのデータシムのこの一番速度が出ないやつでじゃあそれを指したまんま525円でみんな納得できる。 できるる使い方してるのそんなにガンガンと。サブ的な使い方で525円って言うとおじい高いなと思うんだよおじいはね。でメインで使うんだったら525円は安いんだけどメインで我慢できるできないでしょ絶対にそんなもの使い物にならないでしょ。だからねそう考えると。 た場合に、あのー、いくら無制限とは食事が出ないんだったら容量制限のあるある程度ちゃんとまともに使える食度のやつのシムを使うとかもしくはレンタル w i f i 使ってる方がまだ幸せなんじゃないかなって思うんだよね。まあ、ただみち結論から言うと楽天モバイル j ォ g o がね24%波から79%波になったし。 まあ、E01 はね、680円から980円になりました。他のものもね、なんだかんだ言ってね、全体的にね、上がってると思うんだよね。まあ、ある程度もう、ちょっと安く出しすぎたかな、ポリポリポリって感じで、値段戻したと思うんだよね。<laughs> まあでも、その時反響が大きくて、数字は出したから、まあ、強気にっていう。 もしあのその数字が出せてないんだったら安い値段のままじょあの継続するはずだからね今あの、夏得キャンペーンって感じでね、まあ、最安980円から期間限定価格ってねみんなこういうのね騙されないでね期間限定価格ってあるんだけど期間限定価格っていうのは今が最安値という保証ではありません。 何でもそうだよ今だったらこの値段ですよってあるけども今だったらこの値段なんでだけどこの期間が過ぎたら値段が安くなる可能性もあるんだからねそこだとこみんな間違いないでね特に家電製品なんかそう「今このチラシとこの期間中だったらこの値段ですよ」って言うんだけど家電なんか期間が過ぎれば過ぎるほどどんどん安くなってくるんだから。 どんどん古くなればなるほどあの値段が上がっていくる家電なんて見たことがないから、ね、今だったらこの値段ですよ期間限定ですよっていうのはねそこらへんにみんなねあの煽られないようにしてほしいねおじいも若い頃よくね煽られたんだよ、ね、あのネジ間目なんか買う時とかにねいやもう今,今がチャンスですよ今だったらこの値段で買えるんですけどってね <laughs> じゃあ来週になっちゃったら上がっちゃうなって言ったらね、うーんってか言うんだけどね、まあ多分まあこの値段で出せるのは今だけなんですよって、この値段で出せるのは今だけなんだけど、この値段で出せるのは今だけなんだけど、じゃあこの期間が終わったら、この値段じゃなくてもっと安くやなるっていうね。そういう考えもあるんだよ。これみんなで言葉のマジックに引っかか,かっちゃうんだね、こういうのがね。 で、おじいの場合は、V58 まで、あ、9480円で、今回注文したんだけど、あの、n t t x コムでね、9908円からさらにもう200円ね、なんとかキャンペーンで9708円で買えるっていうね、あれがね、ずっと狙ってたんだよ。で、その期間中に、ヤフオクで売れなかったんだよ、おじいの E01 が。 で売れなかっただから入札がつかないと注文できなかったから注文あの見送っちゃったんだよ NTTX の9780円をでまあこうか不こうかまあこうだよね結局ねまあ蓋を開けてみればそのキャンペーンが終わっちゃった後に9480円のいいトレンドが出てきてそれでその後におじいのやつが 6,000円で落札してもらえたっていうねもうありがとうございますって感じでね落札してくれた方本当にありがとうねあの評価がものすごいいい方であの競ってくれたんだけど2人ともね評価がねものすごくいい方あのもう桁が多い方だよねで2人で競ってくれて6,000円で落札してもらえたっていうねもう落札して数量を差し引いたとしても E01 を申し込んだ金額がねまあちょうど トントンぐらいになると思うんだよ、ね、まあ実質ネクサスを売っ払って、まあ、5,000円手元に軍資金があって、まあ、それで特会引っでね E01 にしたんだけど、まあ、それがなかったものとなってそネクサスを売っ払ったこの5,000円にまあ追加で4,500円払って V580 になりましたって考えるとおじい的にもね、まあ、ちょっとすっきりするっていうね。 あとね、このジェット T だっか、ここのメーカーのいいところは、すげえなーと思ったのは、本体の表と裏に両方とも保護フィールも貼ってある、裏にも貼ってあるっていうのがね、おじ、びっくりしちゃった、本当。ここまで傷つかないというか、汚れないように気を遣ってくれてるのかなと思って。であのー そんな保護フィルムって大体いい空気がいっぱい入ってて気泡だらけでまあとりあえず一番最初ねあの保,護保護用だからまあ適当にビッて貼ってあるのかなと思ったんだけどちゃんとした液晶の,あの空気が入らないねピューって空気が抜けてく貼り直し可能みたいなあ,れあ,れあ,れあんなようなのがくっついてるんだよ。 てかてかした手でね、あの滑りがよくないやつだから、まあ、当然変えた方がいいんだろうけれども、ちゃんとしたね、保護フィルムがついてる。ただ、剥がせるように表が出っ張ってたから、そこははさミで切っちゃったんだけど、あのすごいね、あんなにいい保護フィルムついてんだなと思って、でおじいがあの今ね、iPhone5、ね、あのもう割れちゃってで、その時にシェリアで買ったやつは、 ノングレアタイプを貼ったんだけどスル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 こう動いたのそいで最近買った同じセリアで買ったんだけど2種類あったんだけどどっちにしようかなと思ったんだけどこっちにって買ったんだよねそしたらなんとね滑りが悪いのなんだこれと思っての同じノングレアなんだけどスッ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 て指が動かなくて引っかかるの なんだよこれと思って前買ったやつがじゃあもう片っぽの方が良かったのかなと思ってすっごい後悔したんだけどでもまあこういうタイプもありなんだなと思って考えた場合にこの E01 についてたのがそれと全く同じ保護フィルムだった指の引っかかり感がであの E01 の保護フィルムが260円だか280円で あのアマゾンとかあのヤフーショッピングとか、ね、楽天とかいろんなところで売ってるんだよノーブランドででおじいは一回注文したんだけどすぐキャンセルしたごめんねっつってあのもう E01 届いて、ね、すぐに注文したんだけどあこれはちょっとおじい長く持たないなって思ったのと もともとくっついてる保護フィルムがね思ったよりも性能が良さそうであの空気も何にも入ってなかったからあ,あこれなんだったらいらねえやと思ったからねまあキャッシュでしちゃいましたこれがね V580 ノングレアタイプどうしようかな自分で切ってくっつけるタイプって自分で切るってねうまく切れないんで切り口がねちょっとこう鋭利になっちゃってどうしようかなと思うんだけどね まあ、V580 に関してはおじいは宣言するよ使い倒すこれはねでまた魅力なるものが出てきたらね V580 をまたあの売っ払ってそれをもててにね、まあ、買い替えるっていうことも考えるかもしれないんだけれどもでもまあとりあえず V580 は、まあ、ちょっと,とめおじいのアンドロイドのメイン機として 使おうかなと思ってますアンドロイドが何で必要なのかっていうとまあおじいもしつこいけどもアンドロイドでなければないアプリがあるからです。いつどこで誰が何をしたっていうね名前なんだっけなあるんだよ。そのアプリがアンドロイドじゃないとないんだよ iPhone だとねないんだよ探しても。 で、おじいのステージアライブのイベントで、すごろくなイベントで、そのアプリを使ってきたから、昔からね。だからやっぱそのアプリじゃないと嫌なんだよ、これがね。まあそういうことで、まあぐだ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 って言ってるときりがないんだけどもね。あのまあ、YouTube を見てると E01 は確かにいい機種です。スペック 以上のいい働きをする機種であることはおじいも認めますでもおじいは E01 を手放して V580 に速行で乗り換えましたでこれが基地と出るか京都出るかは分からないので もう徹底的に V580 が来たらもうあの疲、ー、れるかな使れかない E01 みたいなああいう使い方じゃなくてもう使い倒すつもりで最初から使うからねうんまあそれは何でかっていうとイケケンさんが実際に使ってるんで安心感があるんだねすごくね <laughs> これがあのイケケンさんが買ってあんだけ動画なかったら ちょっとおじいもねまだちょっと軽く使ってみてねもし嫌だったら気に入らなかったら売っ払っちゃうこと考えてあんま使わないかもしれないんだけどまあ池堅さんがあれだけ慎重な方がねあのお遊び用で買ったマシーンなんだからまあ貧乏なおじいが投資してもね投資した分は絶対に元が回収できるキスなんだろうなっていうね もうあの池健さんの動画を見てるからこそ、まあ池健さんが選んだもんだったら、まあ安配だなっていうね。まあその安心感を伝えるとために池健さんにプレッシャーを与えたりしています。<laughs> どうなんだろうね。おじいでも本当結構。 なんていうかな、結構個性あるからね、好き嫌いがあるからね、おじ、ぶっちゃけ本当、いいものはいいけど、嫌いなものは大嫌いってストレートに言うからね、もご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 っていうのがないからね、好き嫌い嫌いかどっちかだからね、はっきりしてるからね、本当。まあどうなるんだろうね、おじ、楽しみだね。今日が土曜日、もしがはでしょ、日、月。で、火曜日に発送だっか。 早ければ水曜日に来るね発送が遅れればまあ木曜日くらいには来るでしょう楽しみだな楽しみだな本当に。であに電波がね化学工ムの情報にあるように電波が不安定になったりしないのかとかあの指紋センサーがね使い物になるのかなんないのかおじいどうせオフで指紋センサーなんかあなたのは使わないと思うけどね本当 だっておじいの持ってる端末、何も情報が入ってないから、面白い情報入ってないから、第三者が見るたって見たってどうせつまんないもんしかないからさ、そんな指紋精査で隠すようなものもないし、そんなさ、指紋精査使うほど、そんな怪しいことをしてないからね、みんなね、本当。 まあイケケさんもねおじいが思うに下はってないだからまああのー、V580 ね、まあ、そういう、まあ、いい面を結構ね、まあ、ピックアップできると思うけど、まあ、これがイケケさんがねもうちょっとこうイケイケのこうねもうちょっと若くてこう遊び人でね,ねやっべえこの携帯ちょっと仁王部に見られたらやっべえなーってね LINE のやりとりとかね、本当にね、あ、あのー、ありがとう、なんだっけ、あのー、ね、文集みたいな、あんなような、ね、内容、やり取り見られたらまずいなーと思ったらね、それは指紋認証使ってるんだろうけど、わ、まあ、いけいけさんは、その指紋認証使わないでしょう、絶対ね。と思うんだけどね、うん、まあ、これ、冗談なんだけどね。 あとまあほか見て気が付くところはないなあとおじいほのものもね見たんだけどやっぱりねあのフル HD を魅力に感じてしまったらやっぱねこの価格帯でほかに買えるものでラムが2ギガ積んでるものでっていうとねないよね 他に選択肢がない1万円から2万円出せるんだったら選択肢はあるでも1万円から2万円もし出すんだったらおじいはもうちょっと出してもうちょっと今だって1万円台出せばだってファーウェイの1 1インチしょぼいやつ買えるんでしょだったらねでファーウェイのあの 上のモデル T3 だっけか M3 だっけ,なんだっけねあれが2万2万4 8千円ぐらいだっけかで買えるんでしょものすごいいいよね出カーもいいしねであれを買うんだったらあの iPad まで手が出るんだよね非常に悩ましいどうしても中途半端 下のグレードのものだったら、まあ、1万円台だったらなんとか手が出るんだけれどもその上のモデル買うんだったら、まあ、ここまでにアンドロイドに出せるのかなっていうまだ iPad 買った方がまだ安心確実じゃないのっていうねイライラがらないんじゃないのっていうそういうのがあるんだよねまあ楽しいねこういう話題は語ってれば尽きない本当に面白いよ そんなわけでまあ何の動画か分かんないんだけどおじいはねもう今日 E01、うん、落札してくれた方が、まあ、すぐに決済してくれたんでねなので、まあ、夕方何時ごろだっけ ?3 時台だったかなだから大きな郵便局に行ってであのその場でレッターパックプラス買ってであの送ってきました、ね、ポストに入れるより窓口の方が、まあ、安心確実だからねほんとねで多分 明日到着するん当にねありがたいなと思ってでおじいのところにはねあの7ヶ月間貼らなきゃなんないシムが残ってるんで525円かけるね7ヶ月 <うん S 1> まあでもまあ考えてみればまあ今回その分まとめてねまあ落札してもらえたんで使っても使わなくてもいいシムがそこにあるんでね V580 が届いたら、まあちょっと入れてみようかなっていうお考えはあります。あと、楽天、楽天モバイルは V580 あったっけないよね。ね楽天モバイルバージョンはないよね。確かね。あの、余分に入ってたさ、アプリなんだけど、あの e、e ラワ1の場合、楽天モバイルバージョンで買ったから、 楽天モバイルのアプリが入ってたででしょ結局で今回、e ートレンドで買ったやつは入ってないわけでしょ、楽天のやつなんかね、当然ね。だから要は、カスタマイズされてるってことだもんね、楽天モバイルバージョンはね。うん、あと、お得なものって何かあるかな、ジェンマックしたか みんなでも高いなあ1万個いっちゃうとなあうんないですまあそんなわけで楽天モバイルの680円ネタはもう出てこないでしょう980円あの1000円未満で買える980円で今度動画いっぱい出てくるのかなもしかしてでも税込み1000円台いっちゃうからね結局ねでも 6000円,かか円ね何度でも言います980円のスマホを手に入れるために最安値で 6, 円前後かかりますそれちゃんとあの頭に入れてねゲットしましょう e01 はものすごくおじいもねマリリビル発熱性がないっていうだけでね、まあ、結構安定して使えるっていうのはものすごい魅力を感じてるんで。 6,000円で手に入るんだったらおじいはいい端末だと思います。ぶっちゃけ。でも6,000円払うんだったら789もう3500円出して V58 まで買えるんだったらおじいはそっちなんだけどね。でもあの考え方によってはねシャトチュー,ーなんかどうなの,えあの、e いいいんだだけどまだ手元に届いたばっかでしょでまだ使ってまだそんな経ってないわけだからその手元にある E01 ねそれをそのまま5,000円ちょっとぐらいで売れると思うよ。うん、でシムが手元に残った状態であの5,000円ちょっとぐらいで売れたらじゃちょっとお駅に出して。 V580 にしたら幸せじゃない里忠さんどうどう、ね、やっぱ熱くなるのはダメ ?E01 の方が魅力あるどうでもしさ里忠さんもしさくじ引きでガラガラってやってガーって,ってあおめでとうございます銀の玉が出ました銀の玉が出たら E、か v どちらか1個差し上げますっつったらどっちもらう <laughs> どっちもらううんやっぱ僕は発熱が少ない E01 の方がいいなっつってこっち選ぶどうなんだろう <laughs> おじい酔っ払ってるんじゃないかって酔ってる酔ってるおじいも今2本飲んだもんオールフリー1本と2本飲んだからね もうちょっと赤いでしょ出来上がってるよ今日ね、うん。まあ言ったもん勝ちだよこれね、うん。いいんだよおじいだって里中さんの動画を見てそれでもう行っても立ってもいらんなくてあのエントリーパッケージ買って E01 買ったんだからね。うん、いいんだよ。<laughs> もが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 まあ知り事言,言,言ってる分にはね、まあ、ただだからね。あ一1時間超えちゃったじゃん1時間1分だって。 ね、やばいねこれまたまたなんかクレームくるぞまたみんなさおじいのあんちがいてさ内容に関係なくさくりばっかみんな押し上がるから、ね、みんなお願いねあのー、誰かおじいの味方がいたらねこれ押してくださいいいねってほうねおじいのあんちが一生懸命ねこっちをバカバカ押してるんでこっちのほうね押してくださいよろしくお願いします新規の方はねもしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします そんなわけで、アジでした。わけわかんない動画でごめんね。バイバーイ。これが好きな人もいるんだよ。